い、先月の世間予報の答え合わせ。はい、はい、ね、昨日あのね、今月の世間予報をやって、でその翌日に、先月の答え合わせと。はい、はい、その流れでございます。何を言ったんでしょうね、私はね、はい、うん、覚えてますか先生。いやもう散歩歩いてるから分かんねえな。へへ、ニワトリじゃないですか。はい、まで言ったのがですね、はい、あの先生、今まで評価されなかった人の過去の実績が評価されるはいはいはい、っておっしゃって言いましたね、うん、ね、こちらなんですけれども、なんとあれですよ、スーパーボランティアの小畑さん、うん、はいはいはい、2歳児救出をきっかけに過去の実績も大きく紹介され表彰されました。はい、これ、すごくないですか。そうですね、まあ評価されなかったという、まあ、小畑さんはでも一部は有名だったよというご意見もあると思うんですけども、まあ、でも全国で、皆さんがこのスーパーボランティアという言葉というかね、そういうその二つ名のついた小畑さんというのを知ったという点では、これはもうかなりあの胸を張って大当たりと言っていいのではないかなというふうに思っております。過去の実績評価される、僕なんて今回で初めて知りましたから。僕もそうです、そうです、うん、でもね、テレビとかにも出たりとか、ね、過去だったでしょ。そうそうそう、ね、繰り返して過去が出るみたいなのは今回のあの予想のね、結構コアになるのがその過去のことが出るよみたいなのもあったわけですよ、うん、そうだからその過去の実績が評価されるってまさしくそれだなっていうふうに思ったので、これはもうこれはバッチリだなと。バッチリですよね、はい、これは大当たりと言っていいと思います。はい、はい、続きまして2つ目あえて積極的に出ない方が得。これも言いましたね、はい、それで、はいはいはい、うん、でただあの時も言ったんだけど、うん、こういう占いが出た時は得てしてやっちゃうんだよねみたいな話をしてたんですよ。得てしてやっちゃう、うん、だからほら、やらあの積極的に出ない方がいいっていう戒めが出たということは、うん、実際にはあえてその積極的に出てこけるやつがいるよねっていうニュアンスだよという、はいはい、こちらなんですけれども、はい、ボクシングの山根会長や体操の塚原夫婦などメディアに出てコメントした内容で批判を浴び世間を敵に回しました。うん、そうですね、こちらもね、うん、まあこの辺は何も言わないことがいいことなのかっていうのがね、多分価値観がいろいろあると思うんですよ。なんとなく日本では昔からその言い訳はしないとか弁明はしないのはいいことだみたいなね、清廉潔白みたいなイメージあるけど、逆にいや言うべきことは言った方がいいでしょうって意見もありました。だからその占いをあの除外して、弁明するしないの是非っていうのはあるんだけれども、まあ、今月は多分言えば言うほど結構墓穴を掘るような時だよということだったので、まあ、あえて積極的には出ない方がいいよというふうに言ったわけですね。なんかもう本当カメラに追いかけ回されて、そのコメントを求められて、ついついやっぱりなんでしょうね、もう言いたくなるんでしょうね。まあなんかほら怒らせて、なんか相手に言わせるみたいなのよくある、そうそう感情的にねっていうテクニックじゃないけど、うん、言いますよね、それ ね本音を聞き出すには怒らせるみたいな言い方よくあるけども、だからそれでもう余計なこと言っちゃって余計火ね炎上しちゃって、その周りから多分その喋んなよって言われるんでしょうね。それでもう突然喋らなくなるじゃないですか。ありますあります、もう弁護士さんがついてもう絶対喋るなみたいな、余計なこと言っちゃうから。でも今ね、その SNS の発達っていいことと悪いこととあると思うんだけど、うん、なんかおかしいっていうことに対して、うん、昔はその普通の人間がどこにもそれを発言する場がなかったんだけども、うん、今はそのテレビが何をやろうが新聞が何を書こうがおかしいっていう声が割とあちこちで上げられるようになったんですよね。だからいろんなものがすぐこう嘘がバレるとかね、そのなんかこうサイクルが非常に早まった感がありますよね。確かにもう早いですね、一般の人の調べるスピードが。そうそうそう、もうすごいですよね。だってどっかあのひき逃げの車の塗料かなんか その画像をアップしてこれでなんか分かる人って言ったら、もう捜査班というかそのネット上捜査班の力で、はいはい、なんか数時間ですぐもう車判明したとかって、もう科学警察越してんだろうみたいなすごいのありましたもん、ね、恐ろしい時代ですけどね、うん、それで3つ目、はい、裁判を抱えた企業が1回目であっさり負けてそれが社員を守ることになると。誰があんなこと言いました、はい、いきなり、いきなりとぼけ出しましたけど、誰だおめえは。これね、おっしゃってましたよね。はい、言いました、言いましたけど、こちらがね、ちょっと こちらのニュースだけがちょっと見当たらなかった。いやいやいや、私もですね、全然見当たりませんでした日本語おかしいでしょ。いやいや、まあ、あのこれは、完全に外したなと。あ、これはもうお認めに、はい、もちろんあのこれは外れでございますね。なるほど、
まあ、別にあの、ね、2対1で当たってる方2つだからいいだろうとそういうことは申しません。あの外れは外れで、すいませんねというところですけれども、まあ、こういうこともあると、はい。まあ、でもここの、ね、先の2つは見事、ね、その通り、まあまあ、本当にその通りになったっていう感じでちょっとびっくりですけどね。まあ、これがあの醍醐味というかですね、うん、世間予報の醍醐味ですのでね、まあ、あの9月の方も、はい、当たるかどうか皆さんちょっと注目していただきたいとしますんで、はい、はい、ということでということでございます、はい、ありがとうございました、はい、また明日見てください。